皆さんこんにちは。神馬キリスト教会牧師渡辺俊彦と申します。今日は10月26日土曜日、コリント人への第1のお手紙3章1節から9節までをテキストにいたしまして、肉に属する生徒の特徴というテーマで御言葉を交わってまいりましょう。コリント人への手紙第1、3章1節から9節。さて、兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しました。私はあなた方には父を与えて固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているのではありませんか。そしてただの人のように歩んでいるのではありませんか。ある人が、私はパウロにつくと言えば、別の人は、私はアポロにと言う。そういうことでは、あなた方はただの人たちではありませんか。アポロとは何でしょう。パウロとは何でしょう。あなた方が信仰に入るために用いられたしもべであって、主がおのおのに授けられた通りのことをしたのです。私が植えて、アポロが水を注ぎました。しかし、成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。今日私たちに与えられておりますテーマは、肉に属する生徒の特徴ということでありますから、なかなか私たちにとりましては聞きたくないような、耳が痛いようなテーマであります。コリントの教会にはさまざまな問題があったわけであります。教会の中に家庭に関する問題、結婚が不順に行われているような問題、偶像の問題もありました。教会がどのように礼拝をするか、どのように礼拝をしたらよいのかという問題もありました。賜物のこと、あるいは死人が復活するということが信じられないというような人々も教会の中から起こってきたわけであります。コリントの教会のクリスチャンたちは少なからず、いえ心を痛めながらこれらの問題に悩んでいたのでありますが、これらの問題が起こりましたときに、肉に属する生徒ではありませんで、御霊に霊に属する者たちはこれらの問題をどのように処理したでしょうか。彼らは神様の前に出て祈りながら、神様に知恵をいただきながら、それらの問題を本当の解決へと向かっていったわけであります。しかし教会は御霊に霊に属する人だけではありませんで、実は肉に属する人々もたくさん存在し、また存在しているのであります。悲しいから、いつの時代もどこの教会にもこのような現象を実は見ることが
できるわけであります。ですからパウロは、肉に属する人々がいるぞ、肉に属する人々とはこのような特徴を持っているんだということを私たちに語るのであります。肉に属する人々、一節を見ていただくと、さて兄弟たちよ、私はあなた方に向かって御霊に属する人に対するようには話すことはできないので、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように話しましたと、ここでは書き出し、また語り出しているのであります。肉に属する人々は御霊に属するように話せない、理解ができないからでありましょう。教会の中に悲しいからそのような方々が存在します。霊的なことがわからないのであります。霊的なことに関して心が、魂が固い人々がいます。そして固い食物が食べられない、そのような人々がいるのであります。そしてこの肉に属する、このような特徴を持っている人々はどのような行動を取るでしょうか。このような人々は、私はアポロにつく、私はパウロにつくと言って、彼らは分裂分派を繰り返すような、あるいは分裂分派、派閥ではありませんけれども、そのようなグループを作り、互いに妬み合い、争い合うというような現象を生み出しているんだということであります。アポロというこの名前はギリシャ人に大変多かったと言われるのでありますが、このアポロという人は非常に言葉が巧みで、そして話す言葉がとても豊かであり、そして非常に優れた説教者であったようであります。アポロが語るこの説教の言葉に多くの人々は魅了され、また捉えられていったのでありましょう。またファンもできてきたのでありましょう。その中から私たちはアポロにつくという人々が起こってきたのであります。そしてパウロは権威のある人でありました。そして彼はまた口の重い人でありました。しかし彼は非常に学者で、神学者でもありました。ある人々はこのパウロに魅了され、そして私たちはこのパウロにつくという人々が起こってきたのであります。アポロにつくと主張した人々も、パウロにつくと主張した人々も、どちらもイエス様に、キリストの教会に属する人々であります。この人々が教会の中で分裂分派を犯し、そして自己主張をし始めたのであります。教会の一致が皆さん壊されていきました。一致が失われていったのであります。彼らは神様を計算に入れませんでした。そして彼らは愛だ愛だと言いながら、実は教会を分裂させていったのであります。そしてまたあるところでは、皆さんこれは常識だ、そのような言葉を使いながら、彼らは教会の一致を妨げていったのであります。皆さん、私たちの教会にもあるんではないでしょうか。何か私たちはものを考え決めていきますときに、神様を計算に入れずに、これは常識だ、社会的な、これは常識だ、日常の生活の常識だ、なんとこれは非常識か。確かに社会の常識、日常の常識は必要です。しかしそれらのものを超えて神様は働かれる、神の知恵はそれらを超えて働かれる、そこに聞いてそれに従っていこうとするのが霊に属する人々ですが、肉に属する人々は従うことができません。聞くことができないのであります。ですから彼らは、私はアポロにつく、パウロにつくと言って、分裂分派を繰り返すかのように、教会の一致を妨げていったのであります。パウロは彼らにこう言いました。7節8節を見ていただくと、それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。
パウロはアポロもパウロも彼らは皆教会の指導者だ、彼らは神に用いられた器ではないか、成長させてくださるのは神ではないか、植えるものも水を注ぐものも上も下もない、みんな一つだ、主にあって一つではないか、にもかかわらずあなた方は私たちはアポロにつくパウロにつくと言って教会の一致を妨げ教会の一致を壊しているではないか。パウロはですからこう言います。9節に私たちは神の協力者でありあなた方は神の畑、神の賜物、建物です。あなた方は神の畑だ、神のため建物だというのであります。神の畑というのは教会のことでありましょう。あなた方は神の畑、教会であり神の建物だ。これを形成するために、教会を形成していくためにあなた方は神の協力者ではないか。にもかかわらずあなた方は教会の中で分裂分派を起こし争っているではないか。あなたも神の協力者だ。キリストの体なる教会を立て上げていくための神の協力者だ。そこに立ち返ってきてほしい。そのことを自覚をしてほしい。そして神様から豊かな報酬をいただけるような生涯を歩んでほしい。パウロは彼らにそのように語るのであります。皆さん、私たちは霊に属しているでしょうか。肉に属しているでしょうか。そして神の知恵を知るために主の前にひざまずいて祈る生涯を歩んでいるでしょうか。常識を振りかざして神様が介入することをあなたは妨げていないでしょうか。どうぞもう一度私たちの歩みと教会生活と自分自身の姿を顧みようではないでしょうか。今日パウロは改めて私たちに語るのであります。あなた方は神の協力者だ。肉に属することを本当にやめ、また悔い改めて神の協力者として、神の教会が形成されていくための協力者として、どうぞもう一度そこに立って、また自覚をして御霊に属するものに変えていただいて歩んでいこうじゃないでしょうか。教会はそういうあなたを必要としています。神様がそのようなあなたを必要としています。また社会も必要としているのではないでしょうか。では一言お祈りをいたします。神様、あなたが私たちに神の協力者として期待をしておいでになる、そのことをこの朝受け取ることができるように助けてください。そして肉に属する部分が私たちにはあります。でもそこを本当に悔い改めて御霊に属するものとさせていただいて、あなたの教会を立て上げるための神の協力者として歩んでいくことができるように、そしてあなたの期待に応えることができるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。